こんばんは、ふたりぼっちのあんです。今回は3分間ミステリーやっていこうと思います。さあ、最初の3分で解き明かしていきましょう。住宅街で火災が発生した。この火事を警察は放火と見ているが、それはなぜか。判断の根拠となった部分を選べ。なるほど、放火、放火の根拠、放火の根拠。わかった。これ油だよね。ポリタンク。正解。正解です。家人が捨てたにした不自然な位置に空っぽの灯油缶が 2,3 個転がっている。警察はこれを放火犯が持ち込んだと見た。火の気がないところから激しく炎が上がったのは灯油が撒かれていたからなのだ。じゃあ次行きましょう。放火犯が火を放すのに使った道具はまだ発見されていない。その状況でヤジ馬で放火犯と疑われたのは誰か。その人物が疑われた理由が分かる部分を選べ。これは、あ、写真撮ってる人、袋持ってる人、タバコ吸ってる人。タバコじゃないですか。正解。いいですね。ヤジ馬の中に怪しい身なりのくわえタバコの男がいる。怪しい身なりではないと思うけど、タバコを吸っている人は高確率でマッチやライターを持っているはずなので、当初は彼が放火犯と疑われた。なんかあれですよね、犯人は現場に帰ってくるって言いますよね。次、放火犯は別にいる。真犯人は誰だろうか。犯人の衣服から特定できる部分を選べ。衣服、でしょ。右の女子高生かなんかは違うと思うから、この紫、何これ、茶色い服の人。でもスリッパだよ。違いますよね。左、一番左の人かな。なんかベスト着てる人、この人。違うの？マジでわからん。これわかる人おる？ヒント使ってみますか。ヒント、衣服の一部が少し焦げている。本当に？みんな探して、焦げてるらしいよ。焦げてないんだけど。焦げてる？みんな見えてる？お手上げです、お手上げです。だって焦げてないんだもん。みんな答え見ていい？だって焦げてないんだもん。答え見ていい？もうね、10分ぐらい悩んだの。答えを見てみましょう。あ、動画見まーす。正解。正解です。さあ、答えは、焦げてた？みんな戻って見てみて。焦げてた。女子高生のスカートの裾が焦げている。放火した時に火で炙られたのだ。焦げたのはお尻側だったので、彼女自身は焦げ跡が目立つことに気づかなかった。ちょっと編集してる時に見よう。いや、気づかんかったな。犯
犯人の女子高生はなぜ放火したのか理由を推測できる部分を選べ。え、これさ、うわ、ちょっと焦げてんな、まあ、これスマホでしょうね。はい、正解です。女子高生はスマホのカメラで火事の様子を撮影している。女子高生は警察に SNS でバズる動画を撮りたかったと話した。より衝撃的な動画を撮るために夢中になりすぎていたため、火に近づきすぎてスカートが焦げたことに気づかなかったようだ。いやー、ちょっとこれ難しかったね。次行きましょう。あとで。ある音楽スタジオで練習に来ていたバンドメンバーの一人が殺されているのが発見された。当初凶器と思われたものはどれだろう。え、これは血がついているギターじゃないでしょうか。正解。これは楽勝だね。被害者のそばに落ちているギターに血がついている。被害者は後頭部から出血していたため、当初はこのギターで殴られて死んだものだと思われていた。違うんですか。撲殺されたと思われていた被害者だったが、頭部を殴られたことが直接の死因ではないことが後に分かった。では本当の死因は何だったのだろう。特定できる部分を選べ。本当の死因、水が怪しくない？違う。あの、なんだっけ、毒殺かなって思ったんだけど、マイクに毒が塗ってあって近づけすぎちゃったとか、口を。マイクでしょ。違う。ヒント見ましょうか。首元に注目。ほんとだ、これ首絞められてますね。ほんとだ、ヒント優秀。被害者の首元を見ると首を絞められた跡が残っている。被害者の本当の死因は頭部を殴られたことではなく、首を絞められたことによる窒息死だった。被害者はギターで殴られてから首を絞められたのか、それとも首を絞められてからギターで殴られたのか、どちらかの順番を推測できる部分を選べ。でも首絞められたら抵抗するじゃん。でさ、トランプのさ、タワーがさあってさ、倒れちゃうと思うんだよね。これが倒れてないってことはギターじゃない？先に。正解。やっぱりね、これは分かった。バンドメンバーが練習の合間にお遊びで作ったトランプタワーが倒れることなく残っている。犯人と被害者が争ったなら倒れているはずなので、被害者はギターで殴られて気を失った後で首を絞められたことが分かる。これ分かりましたね。首を絞める際、スタジオ内にあったあるものが使われた。その凶器とは一体何だったのか、本当の凶器を特定する手がかりになる部分を選べ。ちょっと待って、どういうこと？あるものが使われた。このチェーンじゃない？チェーン。違う？わかった！ベースってさ、4本だよね、弦。やったー！自分で解けたー！ベースって4本ですよね。ベースの弦が1本切れている。犯人はハサミでベースの弦を切り、その弦を使って被害者の首を絞めたのだ。後日、切った弦を所持していたボーカルが殺人容疑で逮捕された。このバンドはバンド間で恋愛絡みの物事が絶えなかったらしい。この人ボーカルじゃなかったのね。この倒れてる人はボーカルじゃなかったのね。
星3。じゃあ次ラストいきましょう。下校中の女子高生が駅で電車に轢かれた。目撃者は彼女は誰かに突き飛ばされたと証言しているが、本当に自殺ではないのだろうか。彼女が電車に飛び込む意思がなかったことが分かる部分を選べ。いや、押しとる、押しとるよね。顔？表情？正解。びっくりしてるもんね。電車に轢かれる直前、彼女は驚いた表情をしている。自殺するつもりで電車に飛び込んだのなら、この表情にはならない。彼女と一緒にいた友人は現場から走り去った人物を犯人だと思って追いかけた。その人物とは誰か。一人走っててますね。どういうこと？あ、この子ってこと？正解。現場から急いで走り去る人物がいる。確かにこの状況では怪しく見えるが、実はこの女子高生は犯人ではない。うん。彼女の友人に疑われた女子高生はなぜ走ってその場を離れたのだろう。その理由が分かる部分を選べ。え？なんでだろう。え？なんで？なんで走って逃げたん？本当にやっちゃったよって感じ？違う。ちょっとヒント見ましょうか。女子高生が向かった方向にいる人物、あ、言いに行ったのか。そういうことか。危ないですって、もう手遅れやけど。疑われた女子高生が急いで向かった方向には駅員が立っている。女子生徒は人が突き飛ばされたのを見て急いで駅員を呼びに行っただけだったのだ。なるほど。彼女を突き飛ばした本当の犯人は誰だろう。彼女の犯人の彼女を突き飛ばした理由が分かる部分を選べ。これね、まあこの手が映ってるじゃないですか。手首に傷があるんですよね。なんかいじめてたんじゃないですか。はーい。リストカットの跡がある腕が 見切れている。実は彼女は学校で陰湿ないじめを受けており、この腕はいじめ被害者の女子の腕だ。いじめに耐えかねていた女子は彼女が電車を待ってるのを見て衝動的に突き飛ばしてしまったのであった。なるほどね。ということで今日は放火犯は誰だ、ギター殺人事件、下校中の事件をちょっとズルもしましたが解決することができました。次のアンハッピーハロウィンってのも気になりますね。またちょこちょこやっていこうかなと思いますので、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。